ビットプリ TV 始まるよ。こんばんは、リトルプリンスソフトテニスコーチの野村です。はい、今回は前回ラケットの、ね、使い方としてテイクバックの、ね、後ろを確認するっていう、ね、動画を出したと思うんですけど、今度は、このラケットの使い方ですね、しっかり準備をして、その後は、ラケットをどうやって使えば、ボールを、ね、しっかり打てるようになるか。で、基本的にはこう円を描くっていうね、こうラケットの使い方がすごく、ラケットを動かしやすく、ラケットの重さを感じなく振れるようになるので、それを、まあ、うまく、使えるようにするコツ、またポイント、そういうのをちょっと意識しながら、解説ね、していきたいと思います。はい、ではね、実際にね、実践の方で解説の方をね、していきたいと思います。こうテイクバック、準備までねした後に、今度ラケットの軌道ですね、実際こうまっすぐに出してしまうとこう窮屈になりやすいので、基本的にはラケットは、下から上に、ね、円を描くような形、また8の字をちょっと意識していただけると、こういう軌道の方を使っていくとラケットっていうのは先端をそこまで重く感じなくなるので、ラケットが速く、ね、スイングができる、遠心力がかかるので、その分、スイングスピードが上がってボールがね、綺麗に打てるようになります。で、そのためには、手だけで使おうとするとやっぱりうまくいかないので、基本的には体全体、後ろの足、前の足という、こう全体の動きがすごく連動して、やれることがすごく大事なので、まず、一つ、意識することとしては、ラケットの準備で1、後ろの足セット、前の足が来るときにラケットヘッドを下げる、でそこからそのままスイングというようなイメージを、まあ、簡単に意識していただければ、セット、下げる、打つというところを、後ろの足、前の足でラケットという感じでこの動きを一緒に、連動していただけるといいのかなというので、これ実際にちょっとね、打ちながらやっていきますので、はい、よろしくお願いします。実際に、ね、実践の方をやってきましたけど、こうボールを打つときにラケットのセットで、踏み込んだときに、踏み込んでからラケットを動かすよりも踏み込みながらラケットを下げる、でそこでラケットを打つ、ね、っていう形を意識していただけると、こうラケットの使い方としてはこう自然に動けるようになります。でもちろんちょっと人によって使い方がちょっと違うので、こうラケットを動かしながらやる人と、あとラケットを一回止めないとね、打てない人って結構出てくると思うんですけど、基本的にはラケットは出すときに足と腰、肩、肘というの連動して動かせると、すごくラケットという動きが良くなるので、こうただ手だけで打とうとするとどうしても腕力、ね、だけになってしまうので、ちゃんと当たってもやっぱりコントロールが、ね、ブレる形になりやすいので、基本的にこう全体で動いてやると、すごくラケットがね、自然にこう後から走るような形にもなりますので、その形で振ることでボールっていうのはね、しっかり飛ばせるようになってきますので、そういうのを意識しながらね、やっていっていただければなと思います。なのでこう1、2、3っていう形をちょっと意識しながら、はい、やっていただければ、もう必然的にちょっとずつこう形になってきますので、まず最初やってないことをやると、こう慣れない動きをしているとね、どうしても動きがねずれてくると思うんですけど、こう1、2、3っていうのを意識しながら、はい、振っていただけると、少しずつ良くなってきますので、ね、こう皆さんもぜひそういうのを試しながらね、こう実践していただければと思います。